では作り方をお教えします。まずこの普通のトランプを斜めにした時にこう見えないようにハサミで1枚切ります。でこの切ったトランプに次に来る数字、今回は4ですね、のトランプに内側ここにセロハンテープを貼ります。これで完成です。ここから変えたい、変化させたいトランプをうまく挟んで、今回次に来る数字が2ですから2のトランプを重ねるとこのように変化させたいトランプは完全に隠れます。そして裏返しにして真ん中のカードを引いてもらうとハートの3になります。今こちらから見ると2枚しかないように見えますが、このまま戻してしまうとさっき切った3が残ってしまいますので、少し指をスライドさせて3を上手に隠してから見せるとより不思議に見えます。